皆さん、僕はこんな格好ですよ。音声映像問題ないですか？問題ない。バレてもない？聞こえる？普通に。キャプチャーしてください。こんな感じです。これでいきますから。 OK。問題ない。オッケー。わらわらじゃねえよ、本当に。寝たよ、大丈夫だよ。あー、やりたくない。マジでやりたくない。じゃあ声と、もうこのまま行くよ。普通に聞こえるのね。オッケーね。あ、髪の毛セットすんの忘れた。髪の毛、いいや、もうこのまま行くわ。髪の毛セットしないで行きます。ねえ、のんちゃん、髪の毛セットした方がいいかな？大丈夫？じゃあノーセットで行きます。いや、目立つよ。俺もともと超体張るで有名だよ。ニコ生時代から、あの、ニコ生一体を張る男っていう風に言われてたから。逆にね、体を張らない配信者だと思われてんだ、今。ふわっちでは。いや、汗やばいよ。めちゃめちゃ暑いもん。ほんとにやばい。やだなぁ。映像とか音声に不具合出たらすぐ教えてね。マイク、これ、ねえ、今叩いてるのマイク反応してる？マイク反応してる？マルキーニョス、おはよう。俺が今ノックしてるの、マイク反応してる？どう？してる？こっちになってんのかな？ほんとだ。音悪い？こっち。こっちのマイク良くないんだよ。花火ありがとう。出発花火ありがとう。ちょっと待って。こっちのマイク音悪いから。え？これがマイクなんだ。大丈夫な。ちょっと待って。うん、大丈夫だ。ここがマイクなんだ。あ。なるほど、知らなかったわ。高尾に着くのは何時頃だろう。車で移動するからわかんないな。今日は夕方から出かけるから行けないの？マジで？矢野さん、マジで言ってんの？矢野さん、逆だよ。高尾から出発すんだよ。今から高尾行くから多分会えるよ。1時間後以内に高尾に行きますよ、僕。高尾から新宿だよ。高尾から新宿。のんちゃん、これお願い。のんちゃん、撮って。これ下に、下。高尾からだよね。うん、出発進行。あ、そうなんだ。会えないか。まあ、このまま行こう。はい、みんな、ワード2。米ビューつける。米ビューじゃなくて、コメントつけるか。はい、お願いします。
りたくないんだって。本当にやりたくないんだって。高尾から新宿、いよいよです。マジで気がめいるわ。およそ1キロ先、右方向です。熱中症にならないようにしたいんだったらさ、着させないでよ。熱中症なるでしょ。なんで着せたんだよ。逆になるよ、熱中症。頑張ります。俺だって着たくなかったよ、こんなの。逆になんで着せたの。普段着って言ったもんって。ありがとう。そうかじゃねえよ。ちょっとガソリン入れていきます。はいはい。似合ってますよじゃない。似合ってるか似合ってねえかなんか聞いてねえよ。あれ、こっち側にあったんだ、うん、なんか綺麗だから新しいのかな。似合ってるぜ団長つって。はい、コメント見えてる。でも着るんだよ。でも着るんだよ。やりたくないよ俺だって。でもやるんだよ。はい、コメント OK ですか。コメント OK。 うわー、だる。マジだる。マジだるい。コメント見えてる？表示された？いや、革靴はスニーカーにしたよ。大丈夫、スニーカーです。オッケーね。あー、やりたくね。見えてる？頑張るよマルキーニョス。痩せるだろうな。顔マジでこけるかんね、追い込みすぎて。帰りてぇ。ぬくぬく雑談やりてぇ。運転手はのんちゃんですね。コメントよく打ってるでしょ、のんちゃん。水分補給たくさん。2500円、今回のお小遣い。うん、高尾駅から新宿の自宅まで歩くっていう配信。飴も、なんかリアトツの時買ってきてよ、飴。わ、マジでだるい。マジやりたくねえ。俺がやりたくないことの方がみんなが喜ぶっていう、この負のスパイラル。この負のスパイラルをどうにか解消したいんだよね、俺。生ぬるいこと言うな。どこが生ぬるいんじゃ。ハードモードだろ、どう考えても。どう考えても体張ってるだろ。ふざけんなよ本当に。タバコ吸おう。熱中症ね、気をつけて。まあドクターストップでね、終わるかもしれないんでね、熱中症になって。37キロだけど、それストレートに道路行ったら37キロだから、多分ね、40キロ以上はあるね。40キロ以上ある。
あの駅スタンプを押してくっていうルールになったから、駅一個ごとに。ミスケはどっち？はよ。まあね、お盆休みだからちょうどいいか。お盆休みプレゼンツ。4キロで休憩なしでしょ。やっぱ10時間以上かかるよな。みんなの予想どれくらいで到着すると思う？何時間かかると思う？予想書いて。みんなの予想。ゴミないって。ゴミないの？捨てらんないの？タバコを捨てらんないスタンドとかありえなくない？まあ1日かかるよな。やってあげる。スタンドでタバコ捨てらんないってありえないよね。3時間で乾燥できるわけねえだろアホが。5時間は無理、絶対無理。あのね、普通に Google で検索すると8時間で出るから。高尾駅から新宿。タオル持ったよ。ハンドタオル持った。いや発狂するでしょ。やる方の身にもなってくれよ。かけるタオルあるよ。ハンドタオルある。5時間で行けたなんて。5時間ってランナーでしょそれ。ピアスしたまんまで行くね。なんかかぶれてんだよね。すげえびちゃびちゃになっちゃってて、かゆいんだよね。沖縄の思い出、うん、山手線は32キロって書いてあるけど、なんか高低差が激しいから体感だと50キロぐらいある感じだったね。なんか坂道登ったりとか駅を一個一個駆け上がったりしたから、体感では50キロぐらい。俺の体感では絶対32キロじゃないっていう。いや、つけたままで行く。またあいにくの曇りだしな。初配信だよ。高尾山、中央線の高尾駅から新宿まで歩いて、新宿から家に帰るって感じかな。新宿ゴールにすればいいんだよな。八王子の奥だね。だから、途中で通る駅は八王子と、立川とか。豊田八王子で。いや、リアドツ1万人カウント入れますよ。今回リアドツあったら。あと何がある？吉祥寺も通る。うん、あと高円寺は。高円寺。あと中野。中野。中野か。中野まで歩いたらもう見えるんだけど、中野から新宿までが遠いんだよな。優雅さんに遭遇しないと思うよ。そんな八王子って結構広いかんね。みんな八王子って狭いと思ってるでしょ。都内でも有数の結構でかい街だから。いや、登山じゃないですね。高尾山駅から、高尾駅から新宿まで歩く感じ。うん、カウント入れるよ。リアドツカウント入れるんで。111人です現在。
字広いよね。俺タバコ吸うよ、ヘビースモーカーだよ。コーヒー飲みたいな。高尾山から歩いたら地獄だよね。電波ないし。ちょっと違う。いや、ドラマってただ歩くだけだから。帰りたい、辛いって配信だよ。ひたすら帰りたい、帰りたいっていう配信で。このスーツなんだよ。高速乗んの？嘘でしょ。下道で行かないの？だるい。洋平くんが住んでたけど、家の近所に牧場あるからね。ここヨーグルト美味しいんだよっつって。混んでるね。混んでるね。まああれだもんね、帰省ラッシュだもんね。
今日晴れるって言ったリスナー誰？はい、ゆみちゃんはどっち？渋滞あんの？初見さんいらっしゃい。
ず走るんだろう。あ、ご飯食べたからそろそろ向こう着いたらお腹減るかなって感じかな。おはよう、まこさん。アンズさんいらっしゃい。どうも。うん、曇りだね。太ったり痩せたりすげえ激しい方だよ。今日の多分企画ですげえ痩せると思うよね。うーん、長時間企画やると大体痩せるもんね、ゲストにね。俺は痩せたり太ったりすごい激しい、昔から。ツイキャスやってた頃なんか一番ガリガリだったもんね。ないよ。ワイヤーでおはよう。ウォーキング。
いや、運動不足だね、単純に。結構食べる量は多いよ。やる気ない感。やる気出ないでしょ。やる気ない感とかやめて、ほんと。やりたくないんだって、ほんとに。ほんとにやりたくないんだって。心の底から逃げ出したいよ。ハーフ地点ってどの辺なんだろう。中間駅誰か検索してくんない？高尾駅から新宿まで。高尾駅から15キロ地点の多分駅が知りたい。半分ってどの辺なんだろう。どこら辺かな。が真ん中なんだ。おはようございます、よろず屋さん。この辺がハーフか、うん、今いるところか、うん、なるほど。じゃあ国分寺角煮たちあたりだね、きっと。国分寺あたりがハーフ、うん。やりたくないよ。帰りたいよ。高速降りた方が早そうだよね。俺もそう思う。帰省ラッシュ中だから大渋滞起こしてるでしょ。今日やりますよ。今からやる。うん。今からっす。はい、ワード2。
応援に行きます。え、リアトしてくれんの、よろず屋さん。うん、嘘、マジで。ぜひぜひ。んとね、高尾駅から新宿まで歩くっていうウォーキングの企画をやるの、今から。渋滞すごいね、大渋滞だね。ジャックさんはどつう？うん、水分こまめにとるよ。生活保護を受けてないよ、もう。どれくらい渋滞？これくらい、うん、ずっとストップ。まあ、まったり行こうよ。睡眠はね、26時間寝て起きたところだから睡眠は問題ない。バッチリとったよね。やるんなら今日が一番いいね、体力的には。ありがとう、わかめさん。俺はね、新宿、西東京の高尾って一番端っこになるの。まだ奥ある？青梅とか奥多摩とかあっちの。あ、まだあるか、うん。奥多摩も東京なの、あれ。うん、あ、そうなんだ。ちょうど山梨と東京の境目が奥多摩だもんね。うん、奥多摩山梨だと思ってた。風船ありがとう、わかめさん、ありがとう。朝起きたの3時ぐらいかな、夜中の2時か3時だよね、確か、うん、3時ぐらいかな、5時間前。ファンになりました。ありがとう。大歓迎だよ。
ってたんだよ、運転手は。歩いていこうかなっていうのが今の考え。線路沿いか。高速降ります。おはよう、キートンさん。ありがとう。おはよう、愛ちゃん。あれ、ここでヒッチハイクした記憶あるな。違うかな。これ有名なヒッチハイクの場所じゃない？本当？違うかな。どうかな。ここヒッチハイク有名じゃなかったかな。違うか。バンになるから音楽かけない。ありがとう、頑張るよ。これ結構遠いな、やっぱりこれ結構遠いな、まだ半分だもんね。きついぞ。これが甲州街、旧甲州街道か。
忘れた。忘れてた、ごめん。八王子着かない。まだまだこれを歩くの俺。そうだよな、37キロって多分成田から千葉ぐらいの距離なんだ。いやこれは遠いわ。成田から千葉ぐらいか。あーゾッとするわ、見てしまった、見てしまったわ、ゾッとしたわ。そうだよな、成田から千葉まで歩けって言われたら嫌だって言うもんな。そうだよ、本当はこの道をずっとまっすぐ行くのが早いんでしょ。一番早い、うん、いやだよもう帰りてー。渋滞があります。いや分かるっしょ、この車での距離感でいかに遠いかっていうのが。もう30分かかってるからね。30分以上だよ。30分以上もう40分ぐらい走ってるよ。やっちまったなぁ、これきついぜ。じゃあ37キロ、ストレートで37キロだからもっと遠いんだよ。遠いね。遠いよ。いや、バッテリーが20時間しか持たないからバッテリーのことも考えないとね。まあ、20時間以上かかることはないわな、どう考えても。マジで？こっから八王子まで16キロなの？マジか。ああ、帰りたい。マジか。マジか。こっから八王子まで16キロか。きついぜ。マジか。
そういう感じか。遠いなぁ。うん。果てしない。そっか、今府中だもんね。ここがハーフぐらいなのか。あ、帰りたい。スイスイ行くんだよね、半分ぐらいまではね。で、途中で足壊すんだよね、毎回。で、後半がひたすらもう歩くスピードが遅くなってくんだよ。日野なんだ。50km 競歩、うん、折り返し地点。あ、ここはオリンピックの、東京オリンピックの、うん、昔の。おお。折り返し地点、50km の。はあ。来るだろうね、多分ね。デブってるからね。頑張るよ、負けないよ。でもやるんだよの精神でやります。今府中だね。足鍛えたんだけどね、最近やってないかな。ハーフでマックシェイクの絶対うまいよね。マックシェイクどっかで飲もう。途中からそう、どっと疲れがきて、もう本当に50倍ぐらい一歩一歩が重くなるんだよ。最初の頃はね、もうスイスイ、あー楽勝だよみたいな。だから秋葉原まで何時間で行ったっけ。3時間ぐらいじゃなかったっけ。あー最初早かった、ね、早かったよね。なんで余裕じゃんっつって、秋葉原までめちゃめちゃ早かったんだよ、4時間とか。なんだもう折り返しじゃんっつったら、そっから地獄だったんだよね。あのもうあれだよね、あの品川あたりも最難関だったよね。本当に。うん。聖剣好き1万回と比べたら、でもね、聖剣好き今回楽だったんだよね。そんなにきつくなかった。多分、そう、体がパンチ打つのに慣れてたんだろうね。それでも痛かったけど。やってみたら意外とそうでもなかったりするから、なんとも言えないよ。やってみないとわかんない。その日のコンディションとか。
まあまあ進みは早い方だね。降りて正解だったとは思うよ。なんで移動中の画面見てるだけで爆笑なんだよ。ほんと性格悪いよ、ほんとに。お前らド S だろ。おかしいだろ。やりたくねえ。早く終わらせよ。夜ご飯作っといてよ。どんなのがいい？冷やし中華？焼きそばがいいかな。焼きそば？おむそばがいい。おむそば？うん。すごろね。ソースあったっけ？ソースはないね。そばってさ、普通に焼きそば作るじゃん、うん、でオムレツにマヨネーズとケチャップをかけてもらいたい、うん、中はソースでいい。ケチャップあったっけ？見て買って、うんうん、ハインズね、ケチャップは。ドグゾメージンワード2、おはよ。ハインツうまいんだよね、ケチャップ。いや、俺が普通に好きなだけ。はいはい、モリコさんはだつ。タコウさんには行かないよ。クニマンさん行かないっすね。タカオ駅いいやつね。企画の流れ書かないよ、めんどくさい。薄型ね、そうそう、別の音。それでも日本のメーカーは結構分厚いけど、これタブレットになるんだよ、ひっくり返すと。こうやってこうやってやるとタブレットになるの。タブレット、そうそう、軽いよ、めちゃめちゃ軽い。エミさんが使ってたパソコンでこれ欲しいなって前から思ってて、
MX、 いや CFRZ だね。CFRZ6 だね。すごいよね、進化が。タブレットモード一回も使ったことないけど。せっかくね、キーボードついてるんだからタブレットにする意味がわかんないよ。パズドラとかこれでやるのかな、大画面で。安彦さんおはよう。おはようございます。高尾山登んないよ。そうだね、体は鍛えられるし痩せられるから、まあ、体動かしてなかったからちょうどいいかもね。いい運動になるよ。企画でね、高尾駅から新宿の自宅まで歩くっていう企画、ウォーキング企画ですね。今送ってもらってんの。大丈夫？寝てる？大丈夫？寝てたら大変。いや大変だから大丈夫って。もうすでに渋滞だけどね、みんな田舎に帰るんだね。頑張ります。ありがとう、くにまんさん。あ、田舎に帰るんだ。へえ。配信見ながら帰るの。知ってる知ってる。
え、旦那さんと帰るの？お母さん喜ぶでしょ。秋田ってダベって感じじゃないけど、届いたステッカー数、ステッカー受け取った？届いた？そうだね、曇りなのは涼しいからラッキーだよね。ステッカーもう送って届く頃でしょ、そろそろ。腹減ったな。おお、ベコボコランド、おはよう。風船10個ありがとう。あ、届いた。よかったよかった。いつもサポートしてくれてるけど、前回もすごいサポートしてくれたもんね、うん、充電とかね。今回は充電がないから大丈夫だね。ね、送ってくれる感じだもんね、うん、いつもサポートしてるもんね。帰ってきたらご飯作ってっていうのをお願いしたのと、うん、家で待っててもらう。沸騰大事にいいよ別に。蕎麦だな。さらに北川さんいらっしゃい。古墳があるの？古墳がある。古墳があるよ。え、マジか、古墳じゃん。古墳あった？古墳があったよ。うん、古墳があった。古墳ってなかなか見ないよね。うん、愛情感じる？よかったわ。
リア凸そうだね、たくさん来ると嬉しいけどね。まあそればっかりはね、リスナーさんのねご都合もあるから、俺はいつでもウェルカムだよ。ここほれワンワンさんいらっしゃい、風船ありがとう、アイテムありがとう。天気悪る。体調は全然悪くないよ、うん、だ腹減ってきたね。
空いてない、うんうん、最近胃が小さくなってきた。ああね、痩せたよね、うん、メッカっていうか俺はあそこ嘆きの壁見てみたいよね。嘆きの壁は一回行ってみたいね。俺は何食いたい？マック。マック食いたいかな。リスナーのメッカはプリンセスガーデンだからね、聖地プリンセスガーデン。スタバがある。スタバ、スタバ行く？でもあっち側だから、うんうん、プリンセスガーデンの方向に向かって拝むんですよ、みんな、うん、1日5回。したね、いっちゃんね。あ、和道像。20センチって結構でかくないか。仏壇に飾るんだ。うん。あ、でもフィギュアは作りたいかな。俺結構ソフビ人形のなんかオリジナル結構検索したよ。昔ながらの和道人形を作りたい。
葉は山ほとんど存在しないね、うん、だからなんつうんだろう、森、畑と森ねえ。シルバーアクセサリー作るか、ソフビ人形を作るかね、ちょっと迷ってるけど。あーすごいな、森だな、森っつうか山だな、この辺山だね、山だね、すげえところ来ちゃったなあ、はま寿司あるじゃん、はま寿司食いたい、やってない、日野に着いたね、うん、高尾っぽく、いやまだ八王子になってないぐらいだよね、うん、日野だよね、日野に着いた、うん、ウェルパークだって、もう見たことないね、あれここ来たことあるぞ、あれここ来たことあるな、この辺川ない、川わかんない、この辺来たことあるような気がする、はま寿司うまいよね、 100円にしては、うん、田舎っぽくなってきたね、から多摩なんだ、うん、寿司ネタか、まあなんだろう、好きなの会計が好きなんだよ、赤貝とか買い物は絶対頼むのと、光り物はなんだろう、まあまんべんなく食べる方かな、何でも好き、うん、なんかベタベタな、なんかほんとね、寿司からすると邪道なサーモンとかさ、中トロとかも頼むし、何でも好きかな、まんべんなく食べるよね俺、うん、うん、いや思いっきり食うね、殺生物は殺生物ガンガン食うね、肉魚大好きだから、あ、釜焼きのパンダって美味しそう、うん、この辺いいな、住宅街綺麗だね、うん、この辺は住んだらね、いいよね、ちょっと別荘地みたいね、なんかいいね、うん、なんか映画とかアニメの舞台になりそうな感じだよね、団地とか、貝、貝うまくない、粒貝とか好きかな、粒貝、赤貝、ミル貝、ホタテも好きだし、ハートありがとう、買い物が好きだな、コメダはある、コメダって何、コメダ、あ、コーヒー、うん、やってたら行く、いや、まだやってなかったかな、やってないかな、うん、まだ9時か、バカありがとう、そうだね、歩くと発見があるからいいよね、あ、出てきた、やってるかな、やってたら行く、やってたら行こう、うん、コメダコーヒーね、やってる、指示からやってる、じゃあコメダコーヒー、え、コメダコーヒーじゃなくない、わかんない、知らん、あれ本当だ、あれ、え、コメダコーヒーなんてなくない、ねえ、ね、じゃなくて、のんちゃんがなんか和食のしゃぶしゃぶ屋さんコメダコーヒーだって勝手に脳内変換し、おかしいな、おかしいなよ、いや、米とコーヒーなんてなかった幻だった、幻だった、のんちゃんが勝手に脳内変換してた、ノルタの本社これ、いや、そりゃね、あの、え、でもあり得るよ、この広さ、奥の方がそうか、これ多分本社でしょ、米田のコニカ、うん、コニカって今見る、うん、カメラだよね、コニカって、うん、
そういえば最近カメラ見ないね、コニカミノルタって。撤退したのかな、なんか技術系に走ったのかな、パーツ系とか。初見コメダある？コメダあんの？マジで？え、コメダなかったよね。コメダ行きたかったわ、普通に。コメダの喫茶店。幻だった。幻だった。普通になんかね、コーヒーでランチっていいよね。ブレックファースト、モーニング。今の時間モーニングあるか。グラタン屋だって。いいね。八王子入りました。入ったっつうか、俺はまだスタートライン立ってないからなんかワクワクしないけどね。そうね。あ、高尾の看板になってきたね。悪いね、なんかごめんね、付き合わせて。ほら配信できないとさ嫌だから、電車の中で1時間もなんか嫌だからさ、うん、ついにユイガさんのテリトリーに入ったね。犬目モード突入。犬目モード突入。調子丸あるな。いやになってくるっつうか、なんか距離感がやっぱおかしいよね。あの37キロって少ないように聞こえるけど、めちゃめちゃ遠いんだよ。なんか自分の家から37キロで検索してごらん。これを歩くのかって思う、ゾッとするよ。なんか俺は成田と千葉がね、ちょうど40キロくらいだから、ああ、国道51号こんだけ歩くんだと思うと、ゾッとするよね。そりゃ1日かかるわ、みたいな。ヘッドヘドになるよ。カシオとかあるね。工場かな？アクセサリーで指輪作ろうと思ってんだけど、1個ぐらい、1個あたりの単価が3万円ぐらいになりそうなの。そんなに俺に身が入らなくても。だから3万円でシルバーアクセサリー作ったら買うって聞いたらみんな、いや買わないって言ってたから。さあ、ロット的に作る。なんか結構いいところあったの。その、しっかりいいものを作ってくれるメーカーがあって。で、作れるんだけど、1個3万円ぐらいじゃないと採算取れない。高尾の方は JR っすね。1日40キロ歩いたってすごいよね。うん、昔の人、うん、片道20キロとか平気で歩いたんだろうね。隣町がそんぐらいだから。シルバーは作りたいなと思ったんだけどね。あ、隣町大体20キロぐらいか。食卓レストランってあった。昔に戻りなさいって別に昔から変わってないんだけど。自分で作るのはちょっと違うかなと思って。やっぱ材質とか型で流し込んだ方が絶対綺麗に作れるから、粘土で作るっていうのはあんまり。ミリンコはどつー、おはよう、ハートありがとう。これが快活クラブだね。行ったことある？俺が働いてたところ。綺麗な漫画喫茶。ブランケット干してるね。そうだね、安物よりもなんか俺はやっぱり自分でハイブランド、カルティエみたいな存在になりたいから、ね、バーバリー、カルティエ、ワドーみたいな。ワドフィー。ワドフィー。ワドーのハイブランド、世界的ハイブランド、ワドフィー。
にプレミアつけるぐらいの伝説の生き方をしたよね。ねえ、慣れるよね。横浜も行けるんだ、うん、高尾まで7キロ見えてきたね、うん、見えてきたね。およそ700m 先、用心帳は斜め右方向です。いや、ステッカー1枚1000円ってカルティエ並みでしょ。ステッカー1枚1000円で売れてるんだよ。結構勇気いる商売してるなって思うもん、自分で。なかなかの暴利だよ。どんだけ価値あるんだって。栄えてるね。八王子駅か。八王子駅着きます。駅まで来るとファミレスない。どこか手前で。あ、ありがとうガスに。いや、高尾駅まで行っちゃうと、もう、あれだって、ここじゃない？ここ右でしょ。紙袋？いや。でも、ショップはいずれ持とうと思ってて。あ、でもなんかほら、次のあれになってる。ん？でも書いてあるじゃん、高尾。で、そこに高尾って書いてあるじゃん、青看板。駅まで来るとファミレスないって。どっかで寄ろう。やっぱ身につけるものは自分のブランドで、やっぱ自分が広告塔になっていきたいよね。ブランドロゴあるよ。ありがとうカズニー。アクセサリー、いや何でも本当に、カフェ&ショップみたいな感じでなんかやりたいなと思ってる。ゆくゆくはね。ああいいね。和道旅団のロゴ作りたいんだけど、デザイナーがいなくて。なんかかっこいいね。マーク作りたいよね。旅団は旅団で作りたい。お、ハーレーダビッドソンショップあるね。およそ2キロ先に渋滞があります。マクドナルドないのか、ドライブする。ね、ね、うん。
最近大阪のリスナーさんにも結構よくしてもらってて、やだ、ちょっとさんやだ。頭が切り替わっちゃったかな。うん、あったら行きたかったな。時期があったんだけど、今映画作業所とか株式会社とかの方が将来性あるかなと思って、やっぱ利益を繰り越せないってやっぱ変だよね。ランチで悩んでるね。悩んでるっていうかないね、食える場所が。日本人ってさ、金儲けすること悪いことだと思ってるんだけど、それってもう資本主義、なんかこの社会を全否定してる生き方だよ。俺はビジネスマンやってたことあるからあれなんだけど、お金を稼ぐっていいことなんだよ本来。なんか日本人そこネガティブだなって本当思うけど、そこに違和感がすごいある。なんで日本人はこんなにお金稼ぐことを悪いことだと思ってるんだろう。すごくいいことだ。うわ、山だな。山が見えてきた。山が見えてるね。のどかだね。つくづく思うけど、やっぱもう、あ、ケンタッキーやる？うん、やってる？ケンタッキー。わかんない。ちょっと見てみようか。
も書いてない。何も書いてない。いらっしゃいませ、お待たせしました。ご利用ありがとうございます。ご注文のお決まりでしたらお願いいたします。はい、何個ぐらい食べる？あのチキンフィレを、あ、なんだっけ、何、ハンバーガーみたいなやつだけでいい。だけでいいの、うん、え、マジで、うん、チキン食べない、うん、食べないの、うん、え、ザ、和風と普通の、え、どっちがいいの？いや、知らないよ、何を頼むのよ。あのハンバーガーみたいなやつ。だから和風とフィレサンド 2種類あるのよ。あ、フィレサンド、チキンフィレサンド1つと、チキンフィレサンドを1つと、ビスケット1つと、ビスケットを1つと、オリジナルチキン2つと、ちょっと待ってくださいませ。はい、チキンフィレサンドがお1つ、ビスケットが1つ、オリジナルチキンが2つ、オリジナルチキン2つ、あと和風チキンカツサンド1つ、和風チキンカツサンド1つ、どうしようかな。ポテトの、食べない？あ、じゃあカーネリングポテトの L、レギュラー。レギュラーを1つ。あと、飲み物は？アイスコーヒー。アイスコーヒーと、アイスコーヒー。アイスコーヒーとコーラ。はい、サイズはいかがいたしますか？ M で。M サイズで。アイスコーヒー S で。アイスコーヒー S と、コーラは M サイズで。はい。はい、以上で。はい、かしこまりました。お客様、どうしましょう？フィレサンドと、ポテト S になってしまうんですが、ポテト S とお飲み物でお得なセットもご用意してますけれども。あ、じゃあそっちに変更でいいです。はい。そっち、あ、そっち側に変更してください。セットに変更で。はい。はい、かしこまりました。では、お二人ともセットになってますか？いや、よくわからないんです。じゃあ、1個だけでいいです。窓口でご説明しますので、はい、窓口はご注意お願いいたします。はい。あ、そういうことか。チキン2ピース頼んでるから。はい、すいません。はい、はい、少々お待ちくださいませ。はい、すいません、お客様、ですね、こちらの、はい、こういったドリンク付きのセットがございまして、はい、でこれポテトが S サイズつくんですね、はい、でレギュラーサイズと、レギュラーサイズが S ポテト大体2個分なので、あー、なるほど。お二つともセットにすると、まあ、ドリンクは M サイズになってしまうんですけども、今も全然お安くなりますので。あ、じゃあそれでお願いします。お二つともそちらのセットでよろしいですか？はい、はい、駐車場で食べようよ、うん、あ、50流から出た、うん、ほら、あれ習ってたの、五十流って書いてあるでしょ。見えないか、うん、沖縄からで、そう、五十流珍しい。はい、じゃあおかげ2480円でございます。お、80円ある。朱子学の影響な。朱子学って何なんだろうね。なんで金を稼ぐ。だから日本ってさ、ほんと社会主義に向いてるっつうか、江戸時代って俺ほんとに完成された社会主義だと思ってて、日本人は絶対社会主義向いてるんだよね。そう思わない？政治はお上がやる、年貢を納める、米作る、完成された社会主義だよ。失礼いたします。お飲み物って車内でお召し上がりでしょうか？はい、
とコーラ。はい。はい。ありがとうございます。うまいよね。うん。次、お会計失礼いたします。1万と。今度チョコミントはどっち？7000円のお返しと600円レシートの渡しでございます。少々お待ちくださいませ、はい、領収書もらって、すいません、領収書もらってもいいですか。領収書、はい、はい、失礼いたします。平和の輪に道で和道で、はい、宛名。平和の輪に道で和道で。農本主義か、米本位制とか、うん、商人が卑しい身分にされたため、あー、まあだから脅威だったんだろうね、多分その殿様とかからすると資本を持たれるっていうのは、まあ、洗脳だよね。こちらで大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。ありがとう。こちらドライブスルーの方限定でポイントをお渡しいただいてて、はい、今4つ貯めておきました。はい、次に失礼いたします。そんなのがあんだね、財布でかいよ。カツサンドとフィレサンドとポテトが2つとチキンが2つ、うん、あとビスケットが1つ入っております。はい、ありがとうございます。そこで食べてもいいですか、駐車場で。あ、大丈夫だよ、駐車場お借りしますね。あ、じゃあ、はい、わ、はい、かりました。 あと、ミルクとガムシロップをもらえます。はい、わ、はい、かりました。お一つずつ。あ、はい、はい、失礼いたします。どうも、ありがとうございます。財布ベルルッティじゃない、俺が今使ってんのは、あの、なんだっけ、ダンヒル。ベルルッティが欲しいので、ね、それは中で食えばいいのにって感じだよ。配信やっとるんじゃこっちは。マクロチキンカツ嫌いなんだ。食べたことない。え、こっちの方がうまいよ、食べたもん。ね、一口、一口、一口。うめえ。
和風チキンカツサンドやばいよね。サクサクで美味しいね。うまい。甘辛い。うん。うん、うまっ。マジうめえ。今さ、マクドナルドの創業者の映画がやってんの。それ見たいんだよね。ファウンダーってやつ。うん、面白そう。うん。実はなんだけど、マクドナルドの兄弟がマクドナルドを作るのよ。で、その二人からあのマクドナルド本社を乗っ取る話。うますぎんね。うん、めおはよう。水虫おはよう。嘘、ケンタのビスケットに嘘、近いの作れんのすげえな。あー、うまっ。あっく、食べさせ。
暑い。サンダースやべえ。ケンタッキーを超える鶏肉の調理法を俺はまず知らない。ライブで食うもんではないな。手がベトベトになる。じゃないですよ。ウォーキング、あーやべ、晴れてきた、あっつやば、晴れやがった。おテントさん食える、おテント様が、あ敵だよ敵、おテント様が出たよ、おテント様やべえな。うわー、いやまずいな、おテント様出てきたな。
あれやたまに言うん。参ったな。うわ、晴れやがった、あっつ。やばいぞこれ。あっついよ、のんちゃん。やばいね。やばい。あー、タバコうめ。いやー、どうしようこれ。これは厳しい展開だよね。暑いな。俺倒れんじゃねえの今日。熱中症。ね。運ばれちゃうかも。大丈夫かな。不安だぜ。何分かかることやら。もう10時になるもんね。思ったより1時間じゃつかなかったね、うん、渋滞だったしね。ね。ゴミ捨ててもらって。あ、あんの。
ビスケットめちゃめちゃうまいよ。220円でちょっと高いけど、めちゃくちゃうまいよ。まあ全体的にちょっと高いよね、ケンタッキーはね、うん、俺の勝負服だね、勝負服、通称ハムって呼ばれてるやつだね。どうしてハムなの？ハムみたいな色合いだから巨人じゃなくなってた。そう、ハムって呼ばれてる、ハムスーツって。今ポテト2種類あるよ。2種類あるの？あの今まで太いポテトだったじゃん、うん、あれとくるくる。あ、そうなんだ。あれくるくる1個なのかな、わかんない。四角いの見たことない。あ、細長いやつ。細長いやつはない、マックみたいなポテト、もともと太いポテトなの、うん、あ、皮付きのやつだっけ。そう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 。マックのポテトの方が好きだね。ポテトはマックが世界一だと思ってる。意味なんてないよ。おい、アルさん、いらっしゃい。まだスタートラインにも立ってねえわ。もう帰ろうっつって。もういいか。いや、俺も帰りたいよ。帰っていいんだったら帰るけど。ピクニックしたし。ね、うん、帰っていいなら帰るけど、帰っていいの？やめていいんだったらやめるよ。夜出た方が良かったね。あ、でも真っ暗だからつまんないね。そう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 。この企画はもう朝からやろうと思って。さあ行こう。行くか。ダメなんでしょ。やりますよ。ほんとだるいな。お昼寝したいね。食ったらね、うん、世界。おお、成金さん、どうもどうも。高尾山に登るんじゃなくて高尾駅から新宿に歩く感じだね。ここは東京だよ。高尾も東京。
帰りたい。東京32度死ぬな今日。死ぬな俺。37キロって書いてあるけど、おそらく42キロは超える。5キロはプラスされると思ってる。やばい、そういえば八王子って東京で一番暑いとこだった。マジで？およそ3キロ先、目的地終点です。3キロか。大阪の方が暑いっすよね。気合い入れてこう。気合い入れてこう。やめたいっすよ。俺だって企画やりたくないっすよ。いいよ。俺が一番やりたくないからね。はい、億万長者頑張ります。投げ出したら楽になれるんだけどね。それじゃおまんま食えないんだよ。いや、国道じゃないっすね、猫さん。あの、駅でスタンプラリーもやれっていうわけのわかんない地獄ルールなんですよ。恥ずかしい服装をして、スタンプラリーもやらないダメっていう証拠を残すと。なんでスタンプやんねえといけねえんだよマジでよ。何しに行くの？いや、わかんないっす。夏休み。夏休みだから。キッズたちに夢と希望を与えるんだ。やりたくねえ。いや、手抜いたら終わりなんすよ。リスナーさんはすぐ飽きちゃうの。頑張ってる人が好きなんだって。中央線でも大月行きが一番あれだね。一番遠く、東京の、うん、東京っていうか、東京駅から大月行きっていうのが一番長い距離。あの赤い中央線。そうだよ、リスナーさんだよ。配信者になっちゃったけどね。花火頼むよ今日は。最近全く上がってねえんだもん。頼むよ花火。花火買っとかなきゃねえ。お祝い花火。まあ橋本くんとか吉さんとか金梅さんってブランドがもうできてるから、何をやるかじゃなくて誰がやるのかが重要なんだよ。もうブランドができたら何やっても正解なんだよ。ただね、その辺の雑魚がね、それをやっても通用しないからね。若手は体張らないとダメだよ。だってあの人たち体張ってきたんだもん。だからリスナーさんに慕われてるんでしょ。
のかな、どうなんだろうね。いきなり民家だからのんちゃん、俺って大手だと思う。みんな大手だと思う、中堅だと思う、過疎だと思う。書いて、みんな全員書いて、あの煽りとかじゃなくてリアルに大手だと思う人は大手、中堅だと思う人は中堅とかランクを書いて。あ、大手か、結構大手ってコメント多いね。中堅、中堅、大手の手前、純大手だよね。大手に最も近い中堅最後の砦って感じがするけどな。中堅最後だから、そう、昔のドカ X のポジションだと思ってる。中堅最強は俺だろうね、多分。今レジェンド枠があるからさ、その下っていうか。そう、そうなんだよね。そうそうそう、レジェンド枠を大手にしちゃうと、うん、中堅になっちゃうけど。確かに。金梅さんとかもレジェンド枠いっちゃってるから。そうだね。いや、ドカ X と同じぐらいだと思うよ、多分。昔のドカ X のポジション、現役バリバリのドカ X のポジションだと思う。まあ微妙なところだよね、正直。大手なのか中堅なのかっていう。俺もなんかしっくりまだ来ない大手ですっていう。まあどれよりは全然上でしょ。知名度は全然。全然上だよね。どこのサイトでも一応通じる。東京で行ったら板橋区みたいな感じ。わかるな。板橋区だよな俺。港区ではないよね絶対ね。なんだろう、どこのサイトでも一応名前が分かるっていう、ね、だから捨て頃の時とかめちゃめちゃ知名度あってびっくりしたもんね自分でも、うん、リアトツ一番多かったでしょ、並んでたもんね、うん、ドレさんとかはニコ生とか行ったら全然分かんない。ああ、もうカスでしょ、誰か分かんないからっていうのがある、うん、ツイキャスでもだからネームバリューで言ったら間違いなく俺の方が上だもんね、うん、人気はともかくとして、うん、悪名だから、うん、事件だから、うん、なんとか事件にいたみたい、うん、香川プロタイプ、それはない。香川さんの方がまだ実績あるし、あの人の方がトークレベル上だよ、それはわかる。上の人はわかるよ、上も下もすぐわかるよ、自分が多分一番わかる当事者だから。香川もレジェンド枠かな。いや微妙に、微妙、そこは大手だと思う、うん、まあ、うーん、微妙なところだよね。石川はもうレジェンド、レジェンドでしょ石川は、うん、これこれっているじゃん、うん、ヒカキンがこれこれのことしちゃってたって本当なの？なんか2ちゃんに書いてあったんだけど、これこれは有名だから、そう、これこれの枠によくいたらしいよヒカキンって、そう、有名になる前。すごいよね、まあまあ中堅か大手が微妙なところだよね、このコメントが。まあ物語ってるよね、人によっては大手って言うけど、あ、俺はなんかそのもっとすごい大手見てきちゃってるからな、うん、世代が違うんだよね、みんな。そう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 、俺世代がね、新しい部類だからさ、うん、誰もいない部類だから、そう、ライバルがいなかったんだよね本当に。高尾駅ですよ、よっさんは大手だろ。よっさんはふわっちで中堅だしって、それ目腐ってんじゃねえよ。よっさんはどう考えても大手だろ、ふわっち。よっさんどこ行ってもすごいよね、どこ行っても大手でしょ。どう計算したらそういう判断になるの、逆に。どこ行ってもリスナーがザバーザバーってついてくるから、ね、ひまわりの結束力強いよね、うん、ひまわりは完成形だよな本当に、うん、パ
パパパパつって、うん、パパパって言うの最初クレヨンしんちゃんのひまわりから来てんでしょあれ。違う違うの、うん、ひまわり学級のひまわりあ、ひまわり学級のひまわりなんだあれ。そう、あ、そうなんだ。ちょっと弱い系の、あ、頭悪いリスナー層って意味なんだ。そう、弱い系のなんかその学級みたいな、ひまわり学級って意味なんだ。あ、知らなかった、さすがのんちゃん、うん、知ってたわみんな。俺クレヨンしんちゃんのひまわりだからパパパパって言ってんのかと思った。あ、違うんだ、ひまわり学級から来てんだ、それすげえなていうかあれ高尾山じゃないの、うん、高尾山だね。あ、そういう意味だったんだ。見た目は涼しそうなんだけどね、うん、緑が多くて、ね、あ、着いた着いちゃった。ああ、マジか。さよなら。車止めて駅前に。止めれるかな。さよなら店さん。あのローカル駅だな。マジか。こんなローカル駅なの？寺みたい。寺みたいだな。どっかに降ろせる場所あるかな。ね。うわ、はず。俺この格好でやんの。そこ右は？そうそうそう、うん、マジか、人多いな高尾駅。ああ、危ないよのんちゃん、左気をつけてよ。マジか、やりますか。人多いな。みんな登山の人。登山だね、これね。着きました。はい、和骨。何するのか言いたくない。さあ準備するか。ありがとうね、のんちゃん、うん、ちょっと待って、見送って。うん。熱っ熱いな、おい。マジかよ。きつい。いや、俺本当にやんの、これ。死ぬぞ。すごい駅だな。やりたくないよ。やりたくないよ俺。あ、本気で言ってんの？いや、まず帰りて。一服してっていい、のんちゃん。うん。あ、最悪。あれ何？え？知らん。知らん。めんどくせえな、マジで。だる。めちゃめちゃだるいんだけど。暑い中さ、俺歩かないといけないんだよな。微妙に曇ってる。そうそうそう。けど暑い。暑いよね。
顔だけ焼けちゃうね。焼けるだろうね、今日ね。最悪だよ、ほんとに。いや、水分取るよ。いや、水分取らないと死ぬかんね、ほんとに。冬で嫌だよ。秋では秋か。秋とかさ、うん、めんどくせえな、マジで。いや、本当にやんの、みんな。ね、本当にやんの。ねえ、本当にやんの。本当にやんの。やんないとダメ？これ。いいドライブだったね。いいドライブだったね、つーか。本当にやんないダメ？やばいね。やばいよ、これ。30度あるね。30度あるね。トイレ行ってくるわ、みんな。あんたのじゃあ小便さばいてて。はい。トイレ行ってくる。しっかりしなさい、高光。
俺たちにひと夏の思い出を頼む。初見です、おはようございます。ももさん、初見さん、いらっしゃい。気合だ気合だ。マサダヨさん、いらっしゃい。気合だ。まあ12時間は歩くんじゃない。ああ12時間以上かかると思います。ロム、あ、ニムロデさん、こんにちは。のんちゃんも運転お疲れ様。ワドさん頑張って。ありがとうございます。チョコミントさん、これのりこさんの車。そうです。あやまさん、風船10個ありがとうございます。のんたんも放送見るの？はい、見ます。顔の方にみくちさん、こんにちは。申し訳ありませんが、そこのパソコンをリカバリしてもらえませんか。福さん、こんにちは。ネガティブ発言はアンチの餌にされるから楽しくね。はい、ベコボコランドさん、よろしく。ゼスの方も一緒に行くんですか？私は行かないです。24時間テレビみたいになってきた。まさ、さらさん、のんちゃん応援してるぜ。苦しい時期だけど頑張ろう。あ、神に愛されたリスナーさん、ありがとう。ということで、和道さんは今おトイレに行ってます。少々お待ちください。お寺みたいな駅です。周りは山です。お寺みたいな駅、これが高尾の山です。戦いに出る前のうんこよさん、こんにちは。声かわゆす、さしすせ、ありがとうございます。またのりこのうんすじパン、のりこうんすじパンツ貼らなくちゃなのん、スルーかよ。スルーじゃないよ。しんさん、こんにちは。のんちゃん元気そうで安心。ピポコダンスありがとう。ケンタッキーはのんちゃんがおごったの。わたさんのおごりです。風船プレゼント、風船ありがとう。ピポコダンスさん、みつけさん、ありがとうございます。あさん、 100% リタイアしますよ。最初に言っておきます。全部歩ききれるといいですね。12時間も歩くなんてすごいですよね。歩けるかな。のんちゃんってあのゆいがの彼女ですか？あ、違います。のんちゃんじゃなくてのりこです。ハムスーツももっさくなってきて帰ってくるからもっさくなって帰ってくるかもしれません。リタイアをしないように頑張りたいと思います。おかえりなさい。もう見るを通り越して見て見ないふりされたわ笑われてるよね。もうほらあっちでギャルに笑われてるよ、うん、笑うでしょ。それはこの格好で歩いてたら笑うでしょ。お前ら責任取れよマジで。それは笑うっしょ。夏ねって言われてる。夏だねって。
夏休みの女子大生に笑われました。あんな可愛い子に笑い物にされてんだよこっちは。変態でしょどっからどう見ても変態でしょ。こんな夏場の暑い中、高尾駅でボディースーツだよ。目は合わせちゃいけないわって今相談してる。オーラ出まくり。な、言ったろ、俺オーラあるよ。言っただろ。なんかスタンプなかったんだけど、スタンプやんないとダメ。ももさんハートありがとう。あるよ絶対。あるかな。めんどくさいんだよね持ち歩くのが。スタンプ帳。スタンプやらなくてもいい。スタンプめんどくさいんだけど。スタンプやらないとダメ。スタンプよくね今回。いらないでしょ。スタンプ。スタンプなしでいかない今回。なんでやるの？意味あんのスタンプ？一回一回駅で不審者扱いされるの嫌なんだよ。その格好バン。なんで服着てんだけど。服着てんだけど。荷物の出し入れがめんどくさいんだって。捨て頃から何キロ太ったんだろう。5キロぐらい太った。いや10キロはいってる。うわ。暑い時期に出没する系暑いからねやっぱね、頭がちょっと湧いちゃうみたいな。お前らが思ってる数倍きついかんねこれ。次の駅ナビゲートはしてくれんでしょ。次どこ駅だよとか。ナビ班いるよね。大丈夫だよね。頼むよ。何駅あんの今回。これインナーじゃないから。次は甲府？逆逆。お前ふざけんなよ。なんで逆方向歩かせんだよ。そっから100キロぐらいあるから甲府とか。ふざけんなよ。もうトラップが仕掛けられてる。のんちゃん、ちょっと待って。次はくんまたぐから、うん、車にカメラ乗せてやるから、うんうん、ちょっと待って。着替え持ってきてねえよ。着替えなんかねえよ俺の放送に。うん、じゃあ皆さんフォローしておいてください。次枠から、やります。次枠からなんだっけ、高尾駅から、新宿まで歩きます。お疲れお疲れ。みんなフォローしてね。おつです。ちょっと待ってね。車の上にカメラ置いて設置してからスタート。はい、俺が出てったら車走らせていいから。ありがとうね、のんちゃん。うん、おつ。気合い入れていくか。あー、めんどくせえ。
つー。おつちょっと待ってね。あぶね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。